見えますか？これが呪力の残影です。術式を行使すれば痕跡が残る。それが残影。だが残影は呪霊などに比べ薄い。目を凝らしてよーく見てください。褒めもけなしもしませんよ。事実に即し己を律する。それが私です。おっす、決まってこうぜ。いえ、そこそこで済むならそこそこで。私が高専で学び気づいたことは、呪術師はクソということです。そして一般企業で働き気づいたことは、労働はクソということです。同じクソならより適性のある方を。出戻った理由なんてそんなもんです。私はこの人を信用しているし信頼しているでも尊敬はしてません。いえ、私ではなく上に行ってください。あ、はい。ぶっちゃけ私はどうでもいい。はいはい。ストップ。こちらは私が片付けます。枕元の抜け毛が増えていた。お気に入りの惣菜パンがコンビニから姿を消したり、そういう小さな絶望の積み重ねが人を大人にするのです。私の術式はどんな相手にも強制的に弱点を作り出すことができます。7対3。私からは以上です。よそ見は感心しませんね。話しかけたの誰？この子は他人のために本気で怒れるのだな。これはそこそこでは済みそうにない。気張っていきましょう。虎杖君、私は教職じゃないので先生はやめてください。じゃあナナミ引っ叩きますよ。ナナミ、お出かけしよう。いえ、遠慮します。出てくるならさっさとしてください。異形手遅れとはいえ、人を殺めるのは気分が悪い。残業は嫌いなので手早く済ませましょう。ぶっ殺すぞ。似ている。17時半、今日は10時から働いているので、何が何でも18時には上がります。気にしてなんかいません。仕事に私情は持ち込まない主義なので。残念ですが、ここからは時間外労働です。全身を一撃で粉々にする。頭角呪法ガラガラ。避けた方がいいかな。一旦退きます。足早く治した方がいいですよ。お互い生きていたらまた会いましょう。はい、ごめんなさい。うん、今位置情報を送ったのでピックアップお願いします。私は一度高専に戻って家入さんの治療を受けます。あの呪霊は子供だ。1秒でも早く払わないと取り返しのつかないことになる。説教は後で。現状報告を。どこまでも他人のこと。まずは君の体のことを。虎杖君、あの鼻血を。お互いが作った隙に攻撃を畳みかけていきましょう。ここで確実に払います。奴は形を変える直前。重力のためがある。よろしい、それは違います。彼は今まさにそのすり合わせの真っ最中。どちらかといえばバカはあなたです。クソ、呪術師はクソだ。放っておいても問題ないでしょう。下手に処理してヘンテコ霊媒師と思われても面倒だ。伸びしろのないクズ株を口八丁で買わせてもですか。呪いも他人も金さえあれば無縁でいられる。一歩前へ出てもらえますか。肩どうですか。はい。あれ、軽い。違和感が残るようでしたら病院へ。失礼します。もしもし、ナナミです。お話があります。ええ、明日にでも高専に伺い。何を笑ってるんですか。必要ありません。
それはもう大勢の方にいただきました。悔いはない。領域は閉じ込めることに特化した結界、逆に侵入することはたやすい。天上天下唯我が独尊。安静にしてろと言われたでしょう。命を助けてもらった相手に説教もクソもないでしょう。今日君がいなければ私が死んでいたように、君を必要とする人がこれから大勢現れる。虎杖君はもう呪術師なんですから。お一人でどうぞ。何が分かったんだか。その調子で頼みますよ。今の虎杖君にはそういうバカさが必要ですから。ちゃんと上に提出しましたよ。あなたに渡すと虎杖君に食べさせるでしょう。でも本当に復帰させていいんですか。交流会で存在が公になればまた上層部に狙われるのでは。